さあ、ガードちょっと引き抜けちゃった。内側の打球はサード展開に変わった。ここは何としてもね、抑えたい白組でございます。はい、赤組としたらもう1点でもあればこの試合が決まるであろうという状況でございます。そして打席に岡村。このまま行くと僕がテレビをもらうことになっちゃう。そうなってしまいますよね。おっと、これでやっていい。レフトの前ワンバウンドヒット。これはいい当たりが出ました。赤組糸村にクリーンヒット。さあ、そしてここで赤組代打です。代打は中川大志。まあちょっとここ大きいのを期待してしまいますね。そうですね。代打の中川、内角を続けましょう。まだオーバーフェンスは見てないですからね。そうですね。あとどうなる。あー、サード大きなスイング。おお、これは高く上がったフライ。レフトしっかりキャッチして2アウト。さあ、ここでカードいきそうです。おっ、カード来ました。やり直し。はい、やり直します。どっからやり直しますか。中川選手の方が好きです。はい、前の選手。おっ、ライター俺やり直しをしておいて。さあ、来た。軟式のボールだろう。軟式の芸術的なバットコントロールが見られるんでしょうか。こちらこちらから徹底コール。これはファール。スイングランドの仕草はやはり公式戦と一緒ですね。打席に立った時は声援とかやるのが聞こえてるんですよね。おっと、これはすごい。これは大きい当たり。徹底的に見出せる。一塁ランナー戸村ホームイン。そして三塁も回った。ここでストップ。見事な三塁バッティング。さあ、これを受けて小山監督。監督来ました。なんか嫌なカード持ってますけど大丈夫ですか。これはどうしてますか。カード見てみましょうか。やり直し。小山監督、小山監督、さっきも言ったようにプレーのやり直しは攻撃側だけです。マジでさっき言ったことないですか。大きいな。これダメです。ですから徹底選手の見事な三塁打。そして代打に鎌田。これは三塁ランナーがやりましてワンアウトですからね。すごいバッティングですね。ボールどこまで飛んできました。まあ、しかし三塁白組の岡野監督はマーケに続投させます。お、三塁線。サードファイン。一
球場は見事なプレー。よっしゃー。さあ、そして代打に古賀が来ます。ここは代打にピッチャーを継ぎ込む。ストライク入ります。おお、投げ球にネットどうだ、これはどうだ、これはいったか、いったか、入った、ホームラン、ホームラン、これはすごいな。なんと外野席のフェンスを越えていきました。素晴らしい、見事な当たり出ました。ナイスバッティング、ナイスバッティング。これで MVP が分からなくなってきたんじゃないですか。これはちょっと続きましたよ、はい、ものすごい当たり、しかもホームラン打ったのはピッチャーのところです。さあ3点が入りまして9対1、苦しくなった白組、そして赤組が責任は長谷部公平で打ったが、これはショートがっちりキャッチ。9対1、8点の差で白組最終回の攻撃です。いやまあしかしすごいホームランでしたね。ねえ、すごい当たりが出ました。やっぱりマジで素直な球を打ちやすいのかもしれませんね。始まる前はね、どうなるんだろうかと思います。この当たりです、これですよ、すごいな、完璧。さあそして最終回